はい。どうもご無沙汰してます。プロドローインストラクターの橋本龍です。え今日はですね、DJI の Mavic 3が出るというリーク情報が、あね、ちまでは、ざわざわとし始めましたので、その辺をちょっとまとめてお話し,したいなと思ってます。えまず一つ、DJI Mavic 3。ようやく出ましたよね。僕が期待してたのは APS-C サイズ、まあ、マイクロフォーサーズでもいいんですけども、 レンズ交換型ということがあればいいなと思ってたんですが、どうやら違う形のようです。カメラについては、1日センサーのカメラ 5.7K が撮影できるというような形になりそうですね。気になるレンズなんですけども、7倍の光学もしくはデジタルズーム内蔵プラス 28mmF2.8、mm、の単焦点の レンズが搭載されるデュ,アルカメラデュアルレンズのカメラになりそうですね。えー、ちょっとね、28mm 残念だなって思う 24mm ですか 24mm のレンズ残念だなと思う方も出てくると思うんですけどもどうやらですね力技のワイドコンバーターもオプションで出るというような噂も出ていますワイコンをつけると 16mm になるというものですね。 ちょっと微妙ですよね。まあ、えー、これが9月になるのか10月になるのかというところなんですけども、おそらく10月だろうと9月はですね、えー、9月の5日に、えー、オズモモバイルが、の5ですか、が出ると思いますので、まあそれがあ、まあ、5として出るのか、もしかしたら行天の、うん、DJI Mavic 5というものか、 もう出てこないとは思いますけども、ファントム5なんていうのも出るかもしれないですね。まあ、えー、なぜ私がマービックにこだわってるかというと、やっぱり、えー、使い勝手がいいですよね。CM とか映画なんかですと、ちょっと全然物足りないなっていうところはあると思うんですけども、おテレビの世界で、まあ、ワンショットだけ空撮入れたいなっていう時なんかは、やっぱりマービック2使ってますよね、皆さん。 同じようにバビック3が出るといいなと思うんですけども、どうもね、またデュアルレンズというちょっとね、飛び道具的なものが出てしまうと、また微妙かなと、実際まあ使ってみて、どうなるか、買うか買わないかっていうところもを考えていきたいなと思います。短い動画だったかもしれませんけども、この動画がいいと思ったらグッドボタン、そして悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。え実はですね、ちょっと今ね、 セカンドチャンネル的なものを作っていまして、もうちょっとお待ちください。それではまた